レインボー号レインボー号は東京都と山形県山形市を結ぶ東北急行バスが運行する高速バスである。レインボー号は1962年から運行を開始した歴史の長い高速バスである。以前は中高便、夜行便ともに4列シート車が使われており、夜行便は途中停留所も多かったことから独立3列シート、直行便が主体となった 近年の夜行バスと比べ少々見劣りするものであった。2010年3月1日以降、レインボー号の車両も独立三列シート車となった。2006年12月15日から金曜日、下り夜行土曜日、上り中高で独立三列シート車を使用し、停留所を厳選したスーパーレインボー号を運行していた。全席指定制なので、 あらかじめ乗車券を購入しなければならない。東京駅アイス通り上野駅前東部、浅草駅前国道115号、福島駅東口国道13号、米沢駅東口から、道の駅、米沢赤い温泉口上野山温泉、山高ビル休憩箇所休憩は、東北自動車道の PASA で、開放休憩、開放なしの運転停車各1回、 休憩場所は運転手や道路状況によって若干変わるが、運行表での規定停車場所は、下りの開放休憩がハブ PA、運転停車が浅香パーキングエリア、上りはその逆パターンとなる。福島駅停車再開前は、上りの開放休憩が東パーキングエリア、運転停車は那須高原サービスエリアで行われていた。浜松町バスターミナル東京駅ス 米沢スキー場米沢駅東口米沢市役所前赤い温泉口上野山温泉山高ビル浜松町バスターミナル東京駅八重洲通り上野駅前東部浅草駅前低北千住駅から新越谷駅前岩月駅前塚川小里山駅前米沢スキー場米沢駅東口米沢市役所前から赤い温泉口高松葉山温泉 上野山温泉山港本社前から、山港ビル、東京駅八重洲通り上野駅前東部、浅草駅前米沢駅東口米沢市役所前から、赤い温泉口上野山温泉、山港ビル、東京駅八重洲通り米沢駅東口、米沢市役所前、山港ビル。ありがとうございます。